ちょっとあの海水温の上昇っていうのも影響があるかとは思うんですけれども、海藻バンクで海藻を移設するというのがなかなかちょっとあの海藻バンク自体に海藻がつきにくくなってきたという問題もあって、であの平成24年度からですね、増殖場に、魚が食べないように網をつけた上であの海藻の種付きの部材を取り付けるという増殖場そのものにですね藻場機能を付加するような、取り組みを始めました。でそれにつきましてはあのアラメとかカジメとか、そういったですねクロメとかですね、アワビやサザエが餌として好む海藻臭を使ってきたんですけども、まあ、そういったあの海藻臭で、藻場機能をつけた増殖場というのを整備してし始めました。で、まあ、10年間あの今年までの10年間その方式で整備をしてきたんですけれども、なかなかこうその食海藻網の中ではそのクロメやアラメ生えるんですけれども、網の外までこう藻場が広がらないという問題があってですね、でそういったその問題もあってあのちょっとクロメアラメカジメそういった海藻ではちょっと藻場を広げることはなかなか難しいなということをちょっと感じておりまして、でまあちょっとあの今年度からっていうか昨年度からですねあのそういったあの海藻とは別にですねあの比較的その食害に遭いにくい海藻ということで、ホンダアラ類に着目をして、種苗生産を技術を開発することにしました。でその技術開発につきましてはですねあのそういった藻類の種苗生産の実績があられたその域の栽培センターさん山中所長にですねちょっとお願いさせていただいたというところでですねこの事業が始まったというこの取り組みが始まったという流れになります。平成30年ぐらいまではアラメカジメがかろうじて域の海にもそのあったんですけども、それ以降全くなくなって、それプラスあのホンダワラ類の大型海藻っていうのもなくなってしまったっていうのが現状で、まあ昨年話をいただいてこれはぜひ取り組むべき問題だなということを感じました。あの入る時期があの春あの初旬から春の頭から初夏までということで短い期間に一気にバーッと伸びてでワーッと枯れていくというような海藻になります。でそういったこともあってですね成長が早いというのもあってなんだと思うんですけども、その食害に遭いにくく短時間でその藻場を形成することができる、でしかもその高水温にも比較的強いということでですね海水温上昇している今の環境の中にもですねあの藻場を作りやすい藻類種なんじゃないかということも判断の一つとなっています。正直ホンダアラの種苗生産というのは昨年が初めての取り組みということで、まあ、結構いろんな面で、全然違うタイプの作り方なんですよね。で、まあ、苦労はしましたけども、まあ、どうにか形として昨年1年間でなんとなくですけども、まあ、種苗生産どうにかやれるんじゃないかなというような感触はあの掴んでます。今までの海藻だと種糸にあの胞子を落として作る、でホンダの場合はあの種自体が大きいんですよね。なのでその種糸に落とすっていうのが落としてくっつけるっていうのがなかなか難しいということで、その今回プレートに種を落として成長させる、で、成長させる上で照度の問題とか あとは流量とかですねによって、成長が全く違ってくるっていうことで、その辺がなかなか大変なところではありましたけども、まあどうにか ある程度の目処は立ったということで、今年、まあ、若干昨年よりも量産という形で取り組んでます。で今年はこの切れ葉木の中を母藻に使って種を取りました、まあ、こういう種類なんですけども、本来切れ葉木というのは段階性の種類で長崎県には割となかった種類なんですけども、近年あの県下で、だいぶ増えてきた種類で、ここ域でもこの切れ葉木というのが増えてるし、降水温にも強いということで、今年、まあ、母藻から種を取ってまあ、プレートの方に、種を落として、まあ、それを大きくして海に持っていくというふうに考えています。
そのせっかくその種苗を添加するんですから、あの食害に合わないようにということで、その整備後3年間あのウニやあのウニとかそのイスズミ、そうした食害生物のですね駆除を同時に並行してやることにしております。特に域はイスズミが多いって聞いておりますので、まあ、あのかなり食害の多くの部分を占めてるんじゃないかなと思います。であとそれ以外でいいですね、魚以外でいきますと、そのガンガゼとかですね、ウニ、とかの小型の巻貝、こういったものもあの結構あの海藻を食害する種としてあの扱われておりまして、まあ、そういったあの食害魚食害種っていうのは比較的こう増えてるのかなと。でまたあの海藻が少なくなってる中でこう少ない餌を奪い合ってる感じもあるのかなというふうには思ってます。これはホンダワラの種を入れてるわけではないんですけれども、駆除をやることでその自然にある種が落ちてですね、そういった春藻場については復活してる事例が結構出てきたぞというようなところもあります。離島ではですね、以前は、まあ、あの何十トンっていうようなアワビの漁獲があったんですけども、今そんなにたくさん取れてるということはほとんどなくて、磯焼けの進行とともにですね、もうアワビは激減しているというふうに言えるかなと思います。まあ、実際うちの施設っていうのはあのアワビとかアカウニとか、まあ、カサゴとかですね、種苗を作って放流するのがメインで、メインなんですけども、その漁業者の方からあのアワビとかアカウニ放流しても餌がないと育たないだろうと、まあ、確かに実際、そうで、まあ、この近辺のアワビ、やの水揚げっていうのがどんどん減ってます。まあ、域に限ってはですね、あのやっぱりアラメカジメがなくなって、今春藻場なんですよね。で本来アワビが成長するというか増えるためには、四季藻場、一年中海藻がある状態でなければあのアワビっていうのはなかなか増えにくいと。なぜかっていうと、あの11月頃がアワビの産卵期になるんですけども、その時に海藻がないっていうことは、その自分があの生きれるレベルにはあるんですけども、卵を作るまで栄養が取れないということで、卵も作れなくなって、まあ、作れたとしても少量と。アラメカジメがなくなってからアワビの漁獲量というのはもう右肩下がりに下がっているというのが現状です。サザエの場合はあの春に産卵するので、まだまだ資源としてアワビほどその磯焼けの影響を受けにくい、で小型の海藻でも生き延びれるし、まあ春先にちょっとした春藻場があれば産卵もできるっていう形で現状生計を立てているっていうのが正直なところで、ただそのそれをやめて新しい漁法に取り組むっていうことはある程度そのお金がいる。ただそこをやれる漁業者となかなかそこまでやれない、でもそれこそ厳しい漁業者も実際のところいますので、どうしてもそれにすがらざるを得ないっていう漁業者もいるっていうのが現状なんですよね。磯焼けが進んでいるところっていうのが非常にこう暖流が当たり直接当たってる影響、あの直接影響を受けているところ、そういった海域で結構進んでいるということもちょっと言われてますんでですね、その藻場を造成するその海域の選定であったりとかですね、そういったあのより藻が生えやすいところでの藻場造成を行っていくというようなことを取っていくというのが一つの対策かなと。実はあのマニュアル作成まであのセンターさんにお願いをしておりまして、それをあの各地に配布してですね、あのこの作り方を参考にやってくださいということであのお願いしているところです。長崎の本土地区で2カ所で、離島がその域も含めて対馬五島の3カ所で、あの県内5カ所でですね、その藻場の種苗生産体制というのを整えていくという対策を今取っているところです。実際域も大型の海藻がないという状況なので、それを徐々に展開していって、まずは域の海をその春藻場に作り上げていきたいっていうふうに思ってます。
漁場造成でですね、その増殖場を作っていってますけれども、その藻場機能がつくことによって、その稚魚を守る力っていうのもだいぶ強まりますんで、その藻場が、増殖場が核となってですね、その周辺にまた種が飛んでいって藻場が広がっていくってなれば、その増殖場以外のところでもその海藻が稚魚を守ってくれたりとかっていうことが効果として広がっていきますんでですね、うまくいけばその春藻場を拡大することができて、で長崎の魚の漁獲量がまた増えていくというような、こう好循環が早く回っていくようになればなと。でちょっとその春藻場の復活についてはですね、ちょっと可能性があるなというふうに考えてますので、そういったところが将来のこう漁師さんたちのですね、その漁獲につながっていけばなというところが、やりがいの原点かなというふうに思います。そうですね、実際こう私は漁業者と近い位置にいるわけですよね。で、漁業者の生活とかいろんな部分がもう直に目に見えて分かるということで、特に潜水魚、アワビ、サザエを漁獲して生計を立てている漁業者さんってやっぱり厳しいんですよね今。でその海藻を増やすことによって、少しでも資源が増加する、そのことによって漁業者の生活が少しでもこう安定してくれれば、いいかなと、その辺を生きがいに、頑張ってます。うちでは水産教室で小学生の子どもたちが見学とかに来てくれるんですけども、その機械を使って、磯焼けの状況とかこういうふうになってるんだよとかですね、そういう話をどんどんしていって、現状っていうのを子どもたちに伝えて、でお父さんお母さんに帰って話してねっていうような話は機会あるごとにしてますので。それが子どもたちが徐々に大人になって、そういう関心を持ってくれればいいなというふうに思っています。